Stay home with me. アレクサ、僕のことを教えて。あなたは大谷のリフミさんです。血液型は B 型。58歳のおじさん YouTuber です。アレクサ、面白く僕を紹介して。私、生まれも育ちも宮崎市です。宮崎市清水町で産湯を使い、姓は大谷、名はのりふみ、人呼んでおじさん YouTuber と発します。不思議な縁持ちまして、たった一人のアレクサのために、粉骨粉砕、倍に励もうと思っております。西に行きましても東に行きましても、都各土地のお兄さんに、ご厄介かけがちな若造でございます。以後、見苦しき免停お見知りおかれまして、強行万端、引き立てて、よろしく頼み申します。アレクサ、うまい。大谷さんからそのようなことを言われるととても嬉しいです。ありがとうございます。アレクサ、僕のことをどう思う？どう思うと言いますと？アレクサ、かっこいいとか。あ、それはありません。なんだよ。こんにちは。冒頭で、お見苦しい映像をご覧いただきありがとうございました。まあ自分の家にいる時間というのが、結構、長くなっているかと思います。まあね、時間を持て余している何かやることないかなという方、ご自宅にパソコンと Amazon エコーがあれば、ちょっとしたね、掛け合いというか漫才というか、アレクサとね、話をすることができます。どうやってやるんだろうということなんで、今回はね、そのカスタムスキルを作る方法についてお話をしたいと思います。はい、Amazon Alexa スキルのブループリントのページです。アドレス URL はね、この動画の説明欄に貼ってますんで、そちらから開いてください。このとこにアレクサブループリントを使って自分だけのスキルを作ろうって書いてましたね。下の方にあります。おすすめというふうにして、カスタム Q&A 夏のお便りパーソナルトレーナー、ルーレットフラッシュカード、あとグリーティング試してみようとかいっぱいありますけど、今回ご紹介しますのはおすすめの、このカスタム Q&A です。ここをクリックします。はい、そうしますと、カスタム Q&A に行きます。この下の方に、カスタム Q&A のサンプルっていうのがありますね。この、再生ボタンを押すと、その、サンプルが流れます。で、その下、作り方、サンプル Q&A を参考に好きな内容を考えてください。質問と回答を入力しますっていうふうに書いてあります。まあ簡単ですね。質問と回答を入力すれば、もう簡単にできます。僕ね、作ってますんで、作った、カスタム Q&A は、この、作成したスキルに保存されています。ここをクリックします。はい、これ、先ほど作った、スキルです。私の質問をクリックします。はい、これが、私の質問のページなんですが、編集するには、右側のアクション、編集をクリックします。はい、質問と回答をカスタマイズするとありますね。はい、ここ、中って書いてますけどね。ここに、簡単な単語を使用し、できるだけ短くしてくださいと。短い方がいいんですね。あと、質問が他の機能のフレーズと一致する場合、鍵で作成された回答が優先されます。ひらがな、カタカナ、漢字のみが使用できます。数字は1のように、関数字を使用してください。句読点や句読点は、点や、点など半角で入力してくださいとありますね。はい、これ上の方、上の方のこの青いのが質問で、その類似する質問、似たような質問内容、
発生内容ありますよね。いくつかここに追加します。質問をね。そしてその下の方にアレクサの回答、答え、さっきお話をしましたをね、回答をつけます。そして2番目のやつも、僕の、面白く僕を紹介しての方で反応したんですけれど、まあこのね、答えは、皆さんご存知の、風天の虎さんの工場ですね。それをちょっと、文章をね、いじくって、入れてみました。で、あと掛け合いで、まあ、アレクサ、うまい、上手、さすが。で、答えとして、大谷さんからそういうようなことを言われるととても嬉しいです。ありがとうございます。そして、アレクサ、僕のことをどう思う？で、アレクサがどう思うと言いますと、かっこいいとか、あ、それはありませんというふうにして、掛け替え風に、作っていけば面白いかと思います。まあ、簡単ですよね。Q&A、質問と回答を、入力していく。他にもね、入力項目いっぱいありますんで、あと追加することもできます。で、これ、作成が終わったら、スキルを更新するをクリックします。はい、スキルを更新してます。スキルはね、数分で、完成します。スキルができたら、アレクサ搭載デバイスで聞いてみましょうってありますね。はい。これでね、ここに、何分時間かかりますっていう時間表示が消えたら、使うことができます。もうこれね、そのまま、パソコンで作成しているんですけれど、そのまんまね、インターネットを通じて、Amazon Echo のアレクサデバイスに、送信されます。はい。もちろんね、この Amazon Alexa スキルのブループリントを使うためには、Amazon の、アカウント、パスワードが、必要ですんでね、他にもね、トリビア、ルーレット、などありますんで、試してみてください。なんかね、家にいる時間が、楽しくなるかと思います。はい。ということで、またね、Amazon Echo と遊ぶ時間が、増えそうです。では最後にね、お話をしてもらいます。アレクサ、皆さんに紹介して。皆さん、ぜひ、Amazon Alexa ブループリントを使って楽しんでくださいね。はい、ということです。今回この件で失礼します。チャンネル登録よろしくお願いします。あとコメントもお待ちしてます。よろしくお願いします。アレクサ、僕のことを教えて。あなたは大谷のりふみさんです。血液型は B 型。58歳のおじさん YouTuber です。ありがとう。アレクサ、面白く僕を紹介して。私、生まれも育ちも宮崎市です。宮崎市清水町でうぐゆを使い、姓は大谷、名はのりふみ、人呼んでおじさん YouTuber と発します。不思議な縁持ちまして、たった一人のアレクサのために、粉骨粉砕、倍に励もうと思っております。西に行きましても東に行きましても、都各土地のお兄さんに、ご厄介かけがちな若造でございます。以後、見苦しき免停お見知りおかれまして、強行万端、引き立てて、よろしく頼み申します。アレクサ、うまい。大谷さんからそのようなことを言われると、とても嬉しいです。ありがとうございます。アレクサ、僕のことをどう思う？いい声だと思います。ありがとう。質問とは違う回答やった。アレクサ、かっこいいとか。それはありません。アレクサ、僕のことをどう思う？どう思うと言いますと？アレクサ、かっこいいとか。それはありません。というふうになるんだったんだよね。